吉田さん、念じるっていう言葉、なんかね、思いを伝えるとかね、心配するとかいう意味があるらしいんですけども、今心にあるものと書きますよね。つまり念ずるってこと、本当に漢字ってのはなかなか面白いなと思います。まあちょっとね、世の中的には朝が来ましたんで、私は朝で行こうかと思いますね。朝になるとね、まあ何もかもが一からスタートみたいな気持ちになります。昨日までの憂いはまあ蘇ってですね、夜激しかった雨も朝になったらなんかすっきりと上がっていて、そして朝日とともに水たまりに反射した太陽が下からも照ってきて、まあ、普段よりも明るく見えるんですよね。そして憂鬱な夜、雨の夜を、暗い雨の夜を過ごしてきたから余計心が晴れやかになる、そんな朝なのかなと思います。で、元旦と朝って結構感覚が似ていて、一年の始まりってなんか新しいこと始めるのにきっかけとしていいよね、新しくリフレッシュできるよねみたいな、少なくとも心の中は晴れやかになると思うんですよ。でそれを一日に例えると朝なのかなと。なかなかね、夕方から心機一転とか、なんかランチを食べる前に心機一転ってなかなかなくって、やっぱり朝目覚めてよしやるぞみたいな感じでしょうね。でその朝っていう感じなんですけども、不思議なんですよ。10月10日って書いてますよね。これ何でしょうね、一体ね。10月10日。実はね、この10月10日を組み合わせた朝という漢字、これ大いなる勘違いなんですよ。私もね、誕生日が10月11日なんで、なんか10月10日の朝っていう感じと相関があるのかなと思ってね、見てみたら、まあ10月10日は風見しんごさんの誕生日ではあるんですけども、朝っていう感じの成り立ちは実はね、10月10日って書いてあるわけではないんですよ。よく言葉の形だけで、漢字の形だけで解釈する人は、これは10月10日ってのがね、なんか朝と昼の関係がどうこうとか言う人いるかもしれませんけども、実はこの朝っていう漢字はね、ぐるっと横に倒すんですよ。で、朝という漢字の月っていうところがありますよね。あれはね、実はね、川の流れを示しているらしいです。だから川の流れがもじって月みたいな感じになってるけども、もともとは3本線の川を書こうとしたらしいですね。3本線の川に内側の1本線が2本になって、それが3本になり、ちょっと組み合わさって月に似た感じになってるんで、見た目は月だけども、表記するのは月だけども、あれは川を示してるらしいですね。そして10と10、この2つってのは草を示してるらしいです。こうやって生い茂ってる草、両側からね。つまりは私たちは川の向こうに草があって、そこに上がってくる太陽、太陽だけはそのままです。火っていうやつね。太陽を見て朝を感じるということらしいんですよ。それがあの漢字になってぐっと縦になぜかしたということらしいんですよね。いやー、漢字一文字にもね、これだけドラマがあって、今回の億万長者合宿ってなんかいつの間にか漢字一文字のシリーズに行ってるじゃないですか。でもこうやって漢字一つに対していろんな気づきとかね、解釈をこうやって用いていくことも無料コンテンツになるんですよね。まあそうなんですよ。情報ビジネスって2つのフェーズがあると私は考えてます。一つは取材してきた事実をお示しすること、取材という手間賃をいただく情報の流通ですよね。よくね、情報を有料でお金で売るなんてどうかなっていう人がいますけども、情報商材とか情報ビジネスってまさにあなたの知らないことを届けてきたんだよ、その手間賃、取材料をくださいよってことなんですよね。そしてもう一つ、事実に対してどんな解釈を与えているのかってことも、これもお金になるんですよね。これもだから情報のビジネスだと言えます。最近は軍事評論家の方が出てきて、今ロシアはこういうふうに戦略を練ってるに違いありませんよっていうふうに言う人もいれば、いやこれはね、実はウクライナがこうなんで、こうこうこうなんですよ、アメリカの支援がこうあってね、で NATO がこうでねっていうふうに、まあいろんな事実から自分なりの解釈を組み立ててそれを提供すると。そしてそれが一つの説になるんですよね。いろんな説がある。で視聴者さんは一番自分が納得できる、心地よい、選択したい事実に対してお金を払ってそれを見るとかね、それを買うってことになりますよね。ノストラダムスの大予言っていうのもありましたけども、あれをどう解釈するかによっても、実は後藤弁、五島勉さんっていうのは莫大な利益を上げましたね。でもノストラダムスの大予言が来なかったっていうことで、すいませんでしたって謝ってました。それはノストラダムスが嘘をついたんじゃなくて、解釈した私が間違えてましたってことらしいですよね。だからノストラダムスが嘘つきなんじゃなくって、解釈が間違えただけなんで、誰も嘘ついてませんっていうね、そういうことなのかなと思います。まあ、とにかく情報ビジネスっていうのは怪しいことでも何でもなくってね、2つのフェーズがあって、1つは事実を持ってきて「はいどうぞ」っていう、まあ、そういった事実の提供ですよね。もう1つはその事実に基づいた自分なりの解釈はこうですよという、その解釈が面白ければね、ドラえもんっていう一つの子供向けのアニメだってドラえもんの闇とかっていうのでね、いろんなストーリーの中でドラえもんの闇みたいなところを組み合わせてきて、実はドラえもんっていうのはこんな闇を変えていたんですよ、怖いですよっていうふうな解釈を成り立たせて面白いなっていうこともできますし、で実はジャイアンが2人いたっていう説もあるんですよね。ジャイアンは双子で2人いて、テレビ版の時はこっちの乱暴者の兄貴が出てきて、映画版の時はそっくりな弟が出てくるみたいなね、そんな説もあったりするんですよね。スネ夫にはスネ丸っていうニューヨークに弟がいるっていう説もありますけども、これ本当かどうか知ってます？これは珍しいですよ。単行本には載っていない読み切りのなんかで1回だけ出てきたんですよ、スネ丸ってやつ。しかも1コマ「ブーだ」っていうセリフなんですよ。いやースネ夫の弟だ、いやースネ丸って言ったらね、ブーだって言ってる、そのセリフだけです。いやーなんでしょうね一体ね。ということでね、億万長者合宿の中では情報ビジネスに対して私は2つのフェーズをお伝えしていこうかなと思ってますね。これからもね、事実の提供と解釈の提供、この2つがお金になるということでございます。情報ビジネス万歳。